こんにちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。はい、今日何話そうかななんて思ったんですがね、まあ、昨日ですね、あの宝くじの高額当選者が、悲惨な結末を迎えるっていう、そんな話をね動画でアップしまして、そしたらね、その動画を見てくださった方から LINE の方にね、こんな話もありますけど見たことありますかみたいな、そんな、ね、感じでね、YouTube の、ね、URL を貼って くださいました。その、ね、内容っていうのはね、ホームレスの方々が、宝くじによって人生がね大きく変わったっていうね、そんなね話でして、ホームレスの方っていうのは本当ね人生の、どん底みたいな感じを味わってる方にね、宝くじが当たった場合どうなるのかっていうね、そんなね話なんですけど、昨日の話はね、自分らみたいにね、普通にね生活してて、宝くじで夢を買ってるような人はね、悲惨な、ね、結末になってしまってたんですが、そういうね、人生のね、どん底にいるようなホームレスの方々がね宝くじで当たったらどうなったかっていう、そんなね話でしたんで、すごくね自分ねいい話だなって、そんな風にね思ったんでね、ちょっとね今日急遽動画にしてみようと思いました。ちょっとね時間がないのでね、なかなかねこう内容をね暗記できなくて、ちょっとね何回か 2,3 回聞いたのかな、見たのかな、だけどねちょっとね頭に入んなくて、ちょっとねメモを取ったんでね、そのメモを見ながら話していきたいと思います。はい、ではねまずね1人目、62歳のね、お父さんっていうかおじさんなんですけど、普段ねホームレスセンターにお世話になって日雇いの仕事をしてたそうです。それでねその日雇いのね、ギリギリの生活の中からね1000円をねスクラッチにね当てがってみたそうです。そのね一生懸命稼いだお金をね、スクラッチにね当てがって84万分の1のね当選確率で当たるっていうことなんですけど、5000万円をねなんと当選したそうです。それでねそのね62歳のお父さんはね、ちょっとどこか言ってたんですけど、地元がねニューヨークのようで、ニューヨーク、そのお金で、ね、ニューヨークでに戻りね、生き別れた娘さんがいるそうで、その娘さんとね再会したいってことで、地元のニュースにねそのことを語って、それでね帰郷を果たしたっていう、そういうね、それはねやっぱねハッピーエンド、その後どうなったかっていうのはねちょっとね言ってなかったんですがね。それでね2つ目のね、事例なんですけど、中東のね戦争で負傷したね女性がいるんですがね、その女性っていうのはね、帰国後もね働くことができず、ギリギリのね生活で路上でね生活してたそうです。戦争のね心的ストレス障害にも苦しめられてね、施設にもなんか入らなかったそうなんですよね。それで なんかね家族からねなんか誕生日プレゼントをもらったんですけど、家族がいたんですけど家族は養ってくれなかったのか、ちょっとその辺は分かんないんですけど、なんかね宝くじをねプレゼントされたそうなんですがね、そのねプレゼントされた宝くじの中からねなんとね500万円がね当たったそうです。それでねそのお金でね、まずはね自分の路上生活してたってことで家をね借りてね、それで残りをねどうしたかっていうとね、なんとねそのお金で路上で苦しむ、退役兵っていうんですかね、戦争で負傷したりしてこう戻ってきたけど住むとこもないようなね、そういったね兵士がたくさんいたようなんですけど、その人たちのために残りのお金は使ったっていうことですね。自分のためじゃなくて仲間ですね、いわゆるそういう方にねお金を使ったっていうことですよね、宝くじの当選金を。それ次のね事案っていうのはね、職をね失ってしまった男性の方、ハンガリーの方みたいなんですが、路上生活をやっぱ余儀なくされて、それで最後の望みをかけてね宝くじを購入したそうです。最後の望みっていうことはもうそれで当たんなかったらどうしようとか思ってたんでしょうかね、ちょっとその辺は分かんないんですけど、それがねなんとね2億円が当選したそうです。それでね、すぐにね彼自身と彼のね家族の借金を全て返して、
どのくらいあったかちょっと分かんないんですけど、まあ、3人の子供にね家と車をまず買い与えて、それでねあとはね高額の寄付をねホームレスの施設にね送ってしまったそうです。この方もねまあ自分のね、まあ、最低限の家とか車必要なものだけは買って、あとはね寄付してしまったっていうことでね、まあその後どういうふうに生活してるのかそういったことは、まあ、動画で話してなかったんですがね、まあ、この方もね先ほどの女性と一緒でね寄付をしてしまうっていうことですね。それで、今度 4番目の事例ですね、まあ、車の事故が原因でね多額の医療負債に陥った方の話なんですがね、まあ、事故で怪我とかなんとかしてそれで保険とか使えなかったんでしょうかね、まあ、医療負債って、まあ、そういう体を治すために借金をして、それでね、まあ、日雇いの、ね、仕事を、まあ、繰り返しながら路上生活をしてたっていうホームレスの方ですけどね、なんかたまたま購入していた宝くじが当選し、なんか200万円の賞金を手にしたそうです。それでねあのお金で借金を返済して、まずは借金を医療負債の借金を返済して、まあ、アパートに移り住んで、それでそのまま、まあ、ちゃんと日雇いの仕事からレストランのねマネージャーになって、それでね、まあ、しっかり働いてるってことで、まあ当選金額が200万ってことでね、まあ、散財するような使い方しないで、まあ、自分に必要なね家を借りて、それでねちゃんと就職をして、それでまあ今そういうマネージャーとして働いてるってことですよね。はい。それでよ、今度5人目ですね。5人目の方はね20年間ねなんかテント生活をしてたそうで、それでねその近くのガソリンスタンドねたまたま購入したスクラッチで500万円が当選した方がいらっしゃいます。でもねすぐにでもね家を借りて新しい人生を歩むチャンスだったんですがね、そのね男性の方は20年間住んでるねホームレスの、ね、密集地から出ることなくね、なんとね周囲のエリアに住むホームレスたちに1万円ずつね分けてしまって、まあ、これもね億とかそういったのではなくて500万円ですんでね、まあ、何人ぐらいに渡したのか分かんないんですけど1万円ずつ分けてしまって、それで今でもね仲良くそこで生活しているってことです。まあねこうやってね何個か事例見てると皆さん寄付とか周りに配ってしまって、それでねあんまりこう生活水準も上げずに、まあ、ホームレスから、まあ、家を借りてっていう方もいれば、このままねホームレスを続けていくっていうねどういう心理なんだろうっていう風にね思いました。それで最後のね、まあ、6個目のエピソードなんですがね、まあ、3人のシングルマザー3人のお子さんがいるシングルマザーの、ね、女性がねスクラッチで2万円、まあ、当たったそうです。それでね、まあ、2万円当たったって言って、スクラッチはその場で多分当選が分かるんでね、その場で興奮しててパッて顔を、ね、見上げたらね、まあ、動画ですとね雪の舞ってる中で一人の男性がね凍えてるようなそんな映像だったんですけど、まあ、震えてるねホームレスがいたそうです。なんとねそのねシングルマザーの女性はね、そのねホームレスっていうのはね3年もの間ね、まあ、ホームレス生活をしててね、まあ、簡素なねテントで生活してたそうで、まあね何かを縁をね感じたその女性はシングルマザーの女性は当選金をねそのホームレスにね渡してね、とりあえず2日間だけでもホテルで温かいホテルで生活してねって言ってね渡したそうです。それでねその日のねうちにすぐにね彼女はね、そのシングルマザーのお母さんはねクラウドファンディングってなんかこう寄付を募るそういったねネットで募るそういったものでしょうかね、でを立ち上げて20万円ほど集めることに成功したそうです。それでねそのお金でそのホームレスにね温かい住居に、まあそのホームレスをね住まわしてやったっていうそんなね話なんですけど、これもねそのシングルマザーの方っていうのは2万円こう当たってパッて前にホームレスいたら普通の人じゃね
そのホームレスにね2万円渡そうなんていうふうにね思わないと思うんですけど、まあその彼女はね、あのそのホームレスの方に2万円渡して、それでねなおかつねその方のためにクラウドファンディングを立ち上げて、なあの20万円も集めてなんて、すごいですよね、まあ、行動力と、まあ、その優しさっていうのはねすごいなーなんて、そんな風に思いました。これ6つのねエピソードをお話ししたんですがね、まあ、昨日のね、まあ、自分のためにガンガン散財して結局ね、生活水準が下げられずに、借金をしてまで してそれでね、まあ、自己破産してしまうみたいな、そんな話ではなくてね、まあ、当たったお金でね、まあ、周りのね自分と同じような境遇の人に寄付したり、施設に寄付したり、まあ、みんなに配ってしまって路上生活をそのまんま続けるなんてね、そんなね感じでこう動画見た時にね、なんかねすごくねみんな素晴らしいなって、まあね、あのホームレスとかね、まあ、すごい自分もねこういろんなね、こう理由でそうホームレスになってる方いると思うんですけどね、こう見るとやっぱ汚いなとかね、そういう変なね偏見で見てしまうっていうことあると思うんですけど、まあね、皆さんもそういうふうに思う人も多いと思うんですけど、なんかねすごくねこう優しいっていうか心が温かいっていうか、すごくね、まあ、感動するような、ちょっとね自分のね話ですね、ちょっと感動はできないかもしれないんでね、またねここまで見ていただいた方、下にねその動画の URL 貼っとくんでね、まあぜひこう見てもらいたいと思うんですが、本当にねみんな優しいっていうか、なんて言うんでしょうかね、こう心がね自分はねちょっとあったかくなったっていう、そんなね動画でした。それでねちょっとね最後余談なんですけどね、自分のね知り合いでもね元ホームレスの方がいたんですがね、たまたまねメンターがこう自分がねメンターを決めてその方に教えてもらうときに、同じようにねコンサル生だった方っていうのは元ホームレスで、なんかね建設会社が土建屋かなんかやってたんですけど、それがね潰れてしまってホームレスになってしまったって方なんですがね、まあその方もうすぐにねメンターに入ったら、もうずっとねメンターと一緒に行動してたんですよね。いつでもなんか一緒にいたなってイメージがね、メンターと一緒にいたなってイメージがあったんですがね、その方はねもうメンターにね教えてもらって3日目でねもう収入上げるようになって、それでどのくらいなのかな、ちょっとねはっきり分かんないんですけど、今ねどうなったかっていうとね、タワーマンションに住んでるんですよね。だからねホームレスを経験した方っていうのはね、ジラにはないすごいねものがねあるんじゃないかななんて、そんなこともね思うんですがね、ただねその方は、まあ、メンターにねもうずっと、まあ、全てをねこう学んで、それでね愚直にメンターの言ったことを愚直に学んで、それでそうなってるとは思うんですがね、そうすると自分たちはねなかなかね結果出せなくて、まあ、メンターとの距離っていうのもあるのかななんて、ちょっとね宝くじとの話とね離れてしまってるんですが、まあホームレス経験した方がね身近にいて、そんなねこと、まあ、その方もね大逆転ですよね。今タワーマンションに住んでるっていうねすごいなーなんて思ったのをね思い出したんで、ちょっとね余談で話してみました。はい、ではね今日はね LINE の方でこんな動画もありましたっていうことでね紹介いただいたので、そのね動画の内容を話してみました。はい、では今日も最後まで動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてるついてるついてる。